河北総合病院は、東京都杉並区にある病院である。河北医療財団の杉並エリアでは、河北総合病院分院、河北サテライトクリニック、河北リハビリテーション病院、河北検診クリニック、河北透析クリニック、介護老人保健施設、シーダウォーク、河北ファミリークリニック南阿佐ヶ谷、河北訪問看護、リハビリステーション阿佐ヶ谷、ケア24阿佐ヶ谷、 松の木がある。多摩エリアには、アイセーフティネットとして、天本病院をはじめ、アイクリニック、アイ介護老人保健施設など医療、介護を担っている。社会医療法人科北医療財団の理事長は、川北白文。1928年5月の会員以来、現在は、東京都杉並区の中核病院である。急性器療を担う。 病床数331の河北総合病院を中心に135床の河北リハビリテーション病院、56床の河北透析クリニック、河北検診クリニックなどが存在し、約2000名の職員が務める。1988年4月に民間病院として日本で3番目に厚生省から臨床研修病院の指定を受けた。 1998年5月に日本の総合病院として初めて環境マネジメントシステムの ISO14001 で認証を取得し2006年3月に更新12月に財団法人日本医療機能評価機構の認定を取得している2016年消すス,スタンダードステップに更新登録環境 MGMT 委員会 環境人づくり企業大賞2015環境大臣賞受賞。河北総合病院分院一般76床内科、小児科、神経科の外来診療と呼吸器系、腎臓、抗原病系の専門病と河北総合病院に、隣接河北サテライトクリニック整形外科、皮膚科、家庭医療科、内科専門外来の専門クリニック、 東京都杉並区阿佐ヶ谷北一丁目3番12号、ケヤキビルディング B 館河北リハビリテーション、病院療養135床リハビリテーションの、専門病院東京都杉並区堀の内一丁目9番27号介護、老人保健施設、シーダウォーク、杉並区公募介護老人保健施設東京都、杉並区桃井3丁目4番9号、河北透析クリニック人工透析の専門施設、 日本透析医学会の教育関連施設、河北総合病院に隣接河北検診クリニック、検診専用施設東京都杉並区公園地南4丁目27番12号、三井住友銀行公園地ビル6.7階河北、家庭医療学センター家庭医療、外来看護、訪問看護、在宅リハビリテーションを学問として普及させること二千十九年三月、移転コミュニティ広場、 暮らしの処方箋を解説下北、ファミリークリニック南阿佐ヶ谷プライマリケアや、在宅療養で、医療等を提供する東京都杉並区阿佐ヶ谷南一丁目16番2019年3月、開業内科、小児科東京都杉並区阿佐ヶ谷南一丁目16番、下北訪問看護、リハビリステーション阿佐ヶ谷2019年3月移転下北。 医療財団看護専門学校2015年3月閉校。早稲田速記医療福祉専門学校に事業継承し、同行の看護科となった。河北総合病院に隣接公式サイトの交通案内も参照。ありがとうございます。